Its emergence began with the growth of sophisticated supply chains centered first on Japan in the 1990s and later on China as well. その出現、エマージェンス、出現は、1990年代において、日本において最初、日本において、最初、日本が最初に中心となった複雑なサプライチェーンの、成長とともに始まった。そして後に、アズウェル、同様に中国においても、行われた。The intermediate goods component that will eventually become part of finished product soon started to move across borders in greater numbers. Intermediate good は中間材で、それは、最終製品の一部と eventually 最終的には最終製品の一部となる構成部品だが、やがて、より多くの数が、国境を越えて動き始めた。Started to move. They were followed by foreign direct investment. で、それらは、まあ、商品ね。それらのものは、直接、外国直接投資によが後から、伴った。Were followed by.それで、Asian investors now own 59% of the stock of FDI in their own region, excluding the financial hub of Hong Kong and Singapore, up from 48% in 2010. で、アジアの投資家たちは今は、彼らの地域において外国直接投資の FDI の在庫の 90% を今や持ち締めていて、ただ金融ハブである香港とシンガポールを除いて、そしてそれは2010年には 48% だった。 In India, Indonesia, Japan, Malaysia and South Korea, the share of direct investment from Asia rose by more than 10 percent points to between 26 and 61. ソメは何、子供の見送りしてないの？アンレさん、今あっちでピアノやってるんです。あ、そう。そうですか。じゃあ、この画面見てる。画面見てる。画面見えてます。はい。これ、どういうことですか、この後半のアジアインベスターズのところって。うん。この文章訳せる？アジアの投資家たちは、違う。インディア、インドネシア、ジャパン、マレーシア、サウスコリア、シェアをダイレクトインベストのアジア。インドネシア、ジャパン、マレーシアと、韓国において、アジアからの直接投資の割合は、10% 以上上がったと。で、あ、そっか、この1、2、3、4、5個ぐらいの国で、10% 以上上がって26から61% の比率が、アジアからの投資を受けている。これどこが一番、日本が 26% ぐらいなのかな。この意味はどういうこと？どういう意味？この最後のとこ。この意味は、Between 26 and 61%。はい。どの国がっては言ってないですけど、インドとインドネシアとジャパンとマレーシアと韓国で、そのアジアからの投資比率が、10% 以上上がって、それが、26から61%、26% に達しているものから61%に達している国がある。そう、幅でね。どれが61かどれが26か、僕もちょっと分からないけど。